ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦12回戦が6日、東京ドームで行われる。4日は神奈川、横浜市内で会見が開かれ、メインイベントの王者、井上尚弥、大橋、と元世界2階級制覇王者の挑戦者ルイス・ネリ、メキシコ、らが出席。34年ぶりの東京 D ボクシング工業へ、心境やコンディションなどを明かした。 戦績は31歳の井上が26勝、23KO、29歳の練リが35勝、27KO、1敗。歴史的な超大型工業まであと2日に迫り、決戦ムードが高まってきた。100人を超える国内外の報道陣、関係者が集結。共同プロモート契約を結ぶ米工業大手、トップランク社のボブ・アラムセオも駆けつけた。 井上はネリと3月のの試合発表会見以来の対面スーパーバンタム級のリミットは55.3キロ。前日計量を翌日に控え、心も体も万全だ。メンタル面で言いますと、いよいよこの日が来たなという思いとここに並ぶネリもすごくいい状態に仕上がっていると聞いていますので、あさってはとてつもない試合ができると確信しています。この試合はメインイベント。 エキサイティングな試合をしたいし、その中で勝つ姿を見せたい。2019年11月以来7戦連続 KO 中。一方、サウスポーのネリは前に出て手数を出すタイプだ。蓄えたひげにサングラスをかけ、全身黒ずくめのいかつい装いで登壇。選手たちは名前を紹介されると立ち上がった挨拶したが、ネリだけは微動だにせず座ったまま。 ダムをくちゃくちゃと噛みながら質問に答え、ふてぶてしく意気込んだ。メンタル面ではこの試合が決まってからとても充実した日々を送っている。完全にメンタルはできている。練習も完璧にやってきた。体重はもうリミット内だ。だから問題ない。練習は成功している。日本のファンに向けて、俺はメキシカンボクサーとしての勇姿を見せたい。死を覚悟して戦いに挑む。 勝者になると確信している。井上と戦うことがどういうことか分かっている。必ず KO で勝つ、と宣言した。ネリは2017年8月の山中慎介戦の薬物検査で陽性反応。18年3月の再戦は大幅な体重超過で WBC 世界バンタム級王座を剥奪された。共に勝利したが、日本ボクシングコミッション、JBC。 から国内のライセンス無期限停止処分に海外でリング復帰し、20年9月にスーパーバンタム級で世界2階級制覇。今年2月、ネリと陣営は JBC に謝罪と資格回復を求める書面を提出。規定に基づき、処分が解除された。WBC 規定で事前計量が設けられ、試合30日前がリミット55.3キロの 10%60.83 キロ。 15日前が 5%58.065 キロ、7日前が 3%56.959 キロが上限。井上、練りともにすべてパスし、ドーピング検査でも陽性はなかった。数々の問題行動から、悪道と呼ばれる練りが日本で試合をするのは、山中戦以来6年2か月ぶりとなる。1990年のマイクタイクタソン ジェームス・ダグラス戦以来34年ぶりの東京 D ボクシング興行日本人がメインイベントを務めるのは初めてだ。